フェルギナント・クリスティアン・バウアはドイツの教会史や聖書学者、プロテスタントの自由主義神学の一派である中ビンゲン学派の指導者である。1826年に中ビンゲン大学の教授に就任して中ビンゲン学派の創始者になった。1831年に出版した著書の中のコリント教会の中にあった諸党派について説明しているところで、 独特の新約聖書の解釈を発表した。この研究により多くの弟子を獲得して中敏元学派を形成した。これはヘーゲルの歴史哲学の理論を適用した聖書解釈であった。1860年に死去するまで中敏元大学の教授として自分の学派を指導した。初代教会史の研究においてヘーゲルの歴史哲学の論理を適用した。それによると 初代キリスト教会には、ペテロ的な党派とパウロ的な党派が存在したと考えた。本質的に、メシア待望のユダヤ教として出発したのが、弟子たちの定律であった。しかし、パウロ的な判定律が起こった。この二つの党派は長い間対立関係にあったが、結局両者は統合し、それが、コカトリック教会になったと考えた。このような考えに基づいて、 新約聖書の成立年代を決定した。そして、ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙、コリント人への手紙だけが、パウロの著作であると主張した。なぜなら、それらだけが定律と判定律の衝突を示しているからと判断したからである。ありがとうございます。